アニメートガールズフェスティバルはアニメートガールズフェスティバル実行委員会が開催する女性向けのアニメやゲームなどのグッズの物販イベントである。限定グッズ販売やコラボフード出展のほか人気声優によるイベント実施など数多くの催事が行われる日本最大規模のアニメ系イベントの一つである。2010年10月9日10日に初めて池袋サンシャインシティにて開催された。 年々規模を拡大し、2015年からは、豊島区主催、池袋オータムカルチャーフェスティバルの一環として参画しており、池袋サンシャインシティ内の、レッドエリア、ブルーエリア、グリーンエリア、ホワイトエリア、イエローエリア、といったいつつのエリアをメイン会場として、現在は池袋の街全体で様々なイベントを開催している。2015年には、 コスプレイベントアコスタイ n AGF2015 も同時開催され、2日間で過去最大の来場者数62,894人を動員した。記念すべき第1回目の開催。池袋サンシャイン式文化会館2階 D ホールのみで開催される。出展ブースはゲームホビーオーディオビジュアルゾーン、ボーイズラブゾーン、コスプレゾーンにエリアが分けられる。 コスプレができる範囲は会場内のみ。メインステージは会場内に設置される。第1会場と第2会場に規模を拡大しての開催。第1会場にはカフェゾーンが設けられ、キャラ焼き、医療板焼きなどが販売される。サテライト会場として、ナムコナンジャタウン、アニメート、アコス池袋本店も追加され、ナムコナンジャタウンへのコスプレでの行き来が可能となるほか、 各会場を回るスタンプラリーが開催される。会場内のエリア名称がとなる。ナムコナンジャタウン、AGF ショップがサテライト会場となる。メイン会場内にはメインステージに加えミニステージも設置されトークライブだけでなくサイン会やお渡し会などが開催される。レッドエリア、ブルーエリア、グリーンエリアにイエローエリアが加わりメイン会場が拡大される。 サテライト会場として、豊島区民センターには、メインステージが、アニメート池袋本店9階には、ミニステージが設置される。コスプレゾーンは大幅に拡大され、メイン会場内だけでなく、サンシャイン広場、東池袋中央公園、アニメート池袋本店までのルートも、コスプレ可能エリアとなる。メイン会場に、ホワイトエリア、が加わり、会場が拡大したことにより、 出展団体数が100を超え、来場者数も過去最高の3万人を達成する。初のファストチケット制度が導入される。メインステージはグリーンエリアに設置され、さらに池袋サンシャインシティアルパビー1階の噴水広場でもサテライト会場としてステージイベントが開催される。コスプレエリアは中池袋公園、東池袋中央公園、 サンシャイン広場だけでなく、サンシャイン水族館やサンシャイン展望台など、様々な場所での移動、撮影が可能となる。また、AGF5 周年を記念したオリジナル企画として、リアル乙女ゲーム、恋する AGF が開催される。豊島区主催の池袋オータムカルチャーフェスティバルに参画。豊島区民センター、豊島公会堂、中池袋公園、和池袋といった施設が、 サテライト会場に加わり、サンシャイン式に限らず、池袋の街中に開催場所を拡大。コスプレイベント、アコスタ・イニ AGF2015 が同時開催される。前売りチケットが初の抽選販売となり、ファストチケット、一般チケット、午後チケットと3種のチケットで、時間指定、整理番号順の入場となる。中池袋公園では、声優とコラボしたフードが販売され、 下野博の考案した唐揚げに朝から行列ができるなど好評を博す。JTB により、ファストチケット付きツアーが初めて組まれ、月歌、コラボの宿泊プランなどが販売される。期間中は、池袋の飲食店とコラボし、スペシャルコースターのプレゼント施策も行われ、街中全体が賑わう結果となる。街中では他にも、コスプレイヤーによる清掃活動や、 池袋の献血ルームとアニメディアボリック・ラバーズ・モア・ブラッドのコラボ献血も実施され社会貢献活動としても評価されるアニメイト30周年を記念し新たにアコスタ・イン・ AGF 2016で初のコスプレランウェイが行われた他にも2日間かけてイラストを完成させるライブペインティングやアニメイトの歴史がわかる企画展示や 2015年も人気を博した声優コラボフードやコラボネイル体験会池袋の献血ルームとのコラボ献血なども実施された。新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりこれまでの開催方式では困難と判断され AGF 青空マルシェとして開催。オンライン上でも同時に開催された。ありがとうございます。